武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は成城大学の、国語の古文漢文の勉強について話していきたいと思います。こちら文芸学部がですね、古漢融合が、出ますので、まあ、そちらの対策について、ですね。で、構成としてはですね、まあ、大問2題のうちの1問がこちら、出題されていまして、まあ、時間90分で、2題、解く形なんですが、まあ、現代文1題で古漢融合が1題という形ですね。で、古文漢文の融合問題に関しては、古文の文章と漢文の文章がそれぞれその大問の中で、1個ずつ出てくるような形で、漢文に関しては、書き下し文で、出題されています。なので、そのもう漢字のみの通常の漢文の形式とはちょっと違う形で出されていて、まあ、全部を読解する必要はないという形で、要は書き下し文になっているから、一個一個全部その漢文の読み方でやっていく必要はないという形になっています。で、設問の内容としては、まあ、人物や内容の把握の問題が中心で、で、漢文の文芸に関しては乖離点を打ったりとか、という形を白文の問題でやったりする問題が出てきますので、やはり句法だったり漢字だったりの問題はしっかり、基礎知識を入れておきましょう。レベル的には日大レベルが、やっておければ十分対応できる難易度ではあります。で、ただ設問数が結構多いので、いろんなことを聞いてくる形とはなっています。まあ、そういう意味で言うと、通常の問題集と比べると、要は両方の古文漢文の問題集1問ずつ解くぐらいの設問量はありますので、そういうの、なんていうか、片方やんなくても大丈夫だろうみたいなやり方でやれるようなものではなく、両方1個ずつ解くつもりで、しっかり対応しておいた方がいいでしょう。で、意識する部分としてはですね、まあ、記述があったりは、して現代語訳書いたりする問題もありますので、まあ、全体的にそのマークの問題だけじゃなくて記述も対応できるように、対応しておくと。なので、まあ、古文だったら古文上達の、基礎編だったり、まあ、漢文だったら早覚え即答法をちゃんと記述で書けるにしたり、みたいな対策、まあ、あとはステップアップノートの10だったりですね、このあたりの問題集やっておいて、マーク式だけで対応しないように、ちゃんとやっておきましょう。以上が、古文漢文の勉強となります。